遠近で見え方が変わると近くから見た煽りと遠くから見た煽りで全然形変わりますこれも皆さん試してください近くから見たらこんな感じで足がもっとドーンとでかいで頭ちっちゃいとで遠くから見た煽りだったらただのね筒状みたいな感じなのでこれね僕今円柱っていうか筒を一緒にここに書き込んであるんだけれど筒でもいいし箱でもいいよ四角でもいいよ箱でもそうなの 近くから見た箱っていうのはこんな感じでギューンとパースがこうつくわけですよ。これちょっとつきすぎだね。<laughs> こんな感じで。近くから見た箱ってこんな感じに見えるわけ。で、箱の中に人間が入ってるって見立てた場合に頭ちっちゃくて足がすごいでかいと。 なんかこう説明がつくよね。で、まあ、これ、まあ,あの、まあ、演技でもないけど、漢方圏に見立っててもいいですよ。そうやって、四角箱の中に人間が入ってるって考えたときに、こういうふうにね、おこれだけで圧縮,に圧縮じゃないや、煽りに見えるでしょ。で、これがですね、えー、そんなにパースが効いてないか、アングルが、例えば、圧縮されてる箱だと、こういう箱もあるわけですよ。同じ箱だよ、これ。横から見たらこんな箱なんだよ同じ箱ですよ、これ。この感覚、大事です、マジで。えこの箱が こうもなまあこれは分かるうんうんこれは分かるよ、ね、直感的にこう見えそうでねこれが分からんっていう人ねこれがですねまあこのあと、えー、レイアウト講座でやるあの望遠の感覚ですねここにちゃんとアングルによってこういう見え方するんですよちゃんと箱がまあ間にですねこう補助線を 4, 4本あごめんなさい3本ね足すとしてこれありえるんです全然あるでしょてかもっと言うとさアングルによっちゃもっとこうなるよね こうなるよね最終的にこれってここうもなるでしょあこれはね、あのー、真下から見てるとほぼ,ほぼ真下から見てるってことになるよね足裏しか見えなくてあとはもう,あもうまたっつうのかなしか見えない顔とか頭とか見えませんでここら辺がきっと手,手があるんでしょこんな感じで,でこんな風にまず四角とかもうこれ円柱にしてもいいです円柱としもうこの箱ってのは結局似たようなもんだからねここにこう断面描いていけば結局は円柱だからねなんで、えー、とそういういまあ こういうい人間の体は箱じゃないんですけどこういう箱とか円柱とか簡単な図形で押さえることによって自分の思い込みとか手癖に頼らないで人間の体を描けるようになりますいや人間の体ってこうなってるからさこういうふうに描かなきゃダメでしょってないんですよアングルによって全然形変わるのは当たり前じゃないですかその時にいきなり人間の体をアングル変わって描けないじゃん その時に四角を使ってじゃあ真横で普通に四角に入れたら人間はこうなってんだよねっていうところから始まってじゃあこうなるこうなるっていうふうにだんだん拡張できるわけですだからこういう単純な図形に置き換えるっていうのはえそういうことなんですよね単純な図形に置き換えることによって自分の手癖や思い込みに頼らずに人間の体をかけるようにコントロールできるようになるまあこれは青木くはも同じです当然ながら見てる場所によってこの箱の形が変わるってことは人間の形も変わるとでさっき言ったように下から見たら 足は大きくなるんだよ、ね、で遠くから見たらですねこれ望遠効果が入って上と下の大小差あんまないの分かりませんこれ大小差があんまないでしょう遠くから見た場合こっちあおり俯瞰だろうが遠くから見ると大小差がないそれはこのペットボトルの遠くのあおりは大小差ないんですよこれほらあんまりこれ近づくと大小差がほらグワーンってきたほらすごい大小差ついたこれと同じ理屈です近いものは大小差がつく 遠いものは大小差がつきにくいっていうことです。あるんだよ。ちょっとはあるんだよ。その距離から、えー、見てる視点からの距離分のと。 えなんだっけ相対距離分あるんだけどそれはめんどくさいんでレイアウトコードの1月のやつをもう一回復習してねと、はい、いう感じですっていう感じでええ遠近の見え方で変わるよそれじゃあ確認していくよってねああいろいろあるねいろいろ計算の方法あるんですこんな感じでめちゃくちゃ近くから見た場合にこの相今ちょっとちらっと言葉出てきました相対距離ってやつですね相対距離っていうのは要するに比べて2社を2つを比べて見ててこの場合だったらこの視点カメラが近い場合に 頭と足先相対相対っていうのは相対するんでね2つを比べるっていう意味ね2つを比べるこの場合は頭と足先を比べた時の距離がこのように頭にすごい近かったら頭すごーくでっかくなるよって言ってます近いからね今言ってたのと同じですよで足先すごいちっちゃいねこれ足れ先はですね頭に対して遠いからでこれこういうふう,う風になんか 何でしょ相似関係って言うんだけどひっくり返るんだよねこの遠い方が手前に来て近い方が、えー、奥に行くとってやるとだいたい頭と足先の相対距離ってのが分かるとでこれがすごくカメラがこう遠くなりましためちゃめちゃ離れましたっていうのを持ってくるとこんな形になるようだねだから全然見え方変わるねっていう説明をしてますこれもですね難しいけれど皆さんやってみると分かるんですよね でこんな感じで相対距離掃除比で見え方変わるよって説明しています。その時に一つね、この、これ結構重要。真ん中に線引くと。そうするとね、だいぶ形が見えやすくなる。だいたいおへそというか腰の上ぐらいに、えー、真ん中が来ると。そうするとですね、攻めやすくなります。